こんにちは、RE 戦国覇王です。上洛後の織田信長の主な戦いを全14回に分けて紹介しています。今回は12回目、東に軍を進めた織田信長が武田勝頼と戦った天目山の戦いです。足利義昭を奉じて上洛した織田信長は、天下布武を旗印に精力的に統一戦争を続け、中国地方に羽柴秀吉、北陸地方に柴田勝家、甲信地方に滝川一益など、担当部署を決めて支配領域を拡大していきました。しかし、家臣の明智光秀の謀反により本能寺で夢を絶たれます。彼が好んだという熱盛の人間50年、下天のうちを比べれば、夢幻のごとくなり、の通り、49年の生涯でした。信長の大軍が甲斐に侵攻、重臣にも裏切られた勝頼親子は最後まで奮戦しましたが、ついに自刃します。それでは今回の目次です。1. 導入 2. 信長が大軍を派遣、高遠城の仁科盛信が討ち死に 3. 重臣にも裏切られ逃亡途中でついに自刃 4. 上記が火も自ずから涼しを唱えたエリンジ焼き討ち。この流れでお話しします。元亀4年、織田信長と手を切り清浄作戦を実行した武田信玄は急死。武田氏は四男の勝頼が継ぎました。徳川家康は反抗を強め、武田に奪われた領地を取り戻し始めました。天正3年には長篠城をめぐって織田・徳川連合軍と武田勝頼が争い、武田氏は大敗北を喫し、多くの有力家臣を失ってしまいました。勝頼は外交関係の見直しを図りますが、結局織田・徳川・北条の三者に囲まれてしまいます。信長は石山本願寺や毛利氏との戦いのため、東に兵を向けることはありませんでしたが、家康が武田氏への攻勢を強めました。天正8年、家康は高天神城を攻撃し、兵糧攻めを行い、翌天正9年に陥落させました。この戦いに援軍を送れなかった勝頼の求心力は致命的に低下してしまいました。信長は勝頼と勝頼の妹を妻に持つ木曽義政の関係が冷え切っているのを見ると、内儀城主遠山友忠を通じて内容を働きかけ寝返らせました。これを聞きつけた勝頼は木曽征伐のため武田信豊5000の兵を先発させ、木曽義政の母、側室、子供を処刑しました。勝頼自身も1万の兵を率いて出陣しました。対して信長は嫡男信忠と共に稲口から進軍し、金森長近が飛騨口から、家康が駿河口から進軍することになりました。北条氏政も駿河から進攻を開始、総勢18万8000を数える大兵力であったとも言います。勝頼は拡大した武田氏の領地支配のため、つつじが崎館から新府城に本拠を移していました。新府城は西を流れる釜無川と東を流れる塩川の浸食で形成された七里岩台地に築かれた要害です。信忠軍は木曽義政を支援し、鳥居峠で武田軍を破りました。飯田城の保科正尚、大島城の武田信門は戦わず逃亡します。一方、家康は浜松城から掛川城に入り駿府城へ進出。氏政は戸倉城、三枚橋城を落とし寸東に進出、弟の北条氏国は神津家方面に圧力をかけました。ついで信忠は勝頼の弟、仁科信盛の守る高遠城を囲みました。高遠城は壬生川と藤沢川の合流点に築かれており、本丸は壬生川の断崖上にありました。信忠本隊は大手口から攻め、森長吉、川尻秀隆らの軍勢が絡めてから攻め立てました。仁科信盛は籠城し激しく抵抗し、織田方の織田信家が戦死するなどの激戦となりました。しかし数で圧倒する織田軍を止めることはできず、ついに信盛は自刃して果てました。勝頼は鳥居峠の戦いで木曽義政に敗北した後、新府城に撤退。
武田氏一族の穴山信忠は家康と内通し甲斐へ案内しました。高遠城が落ちたことを聞いた勝頼は籠城を断念して新府城を放棄することにしました。嫡男信勝は籠城を主張しましたが、真田昌幸が神津家岩櫃城へ逃れるように提案しました。しかし側近の長坂貢献は小山田信繁の岩殿山城へ逃れるよう説得。勝頼は退却先を信繁の居城岩殿山城へと変更しました。完成間近だった新府城に火をかけた勝頼は逃亡を開始、岩殿山を目指しました。従うのは妻子のほかわずか500ほどの兵だけであったといいます。勝頼が笹子峠に差し掛かると軍内への入り口が封鎖されており、突如鉄砲が打ちかけられました。相手は目的地である岩殿山城の小山田信繁でした。勝頼は信繁にも裏切られ、岩殿山行きを断念して天目山に逃れました。途中兵が逃亡し、天目山麓の田の間で従ったのはわずか44の兵と婦女子23人のみでした。この時信忠を補佐する滝川一益の軍と対峙しました。勝頼の家臣土屋正恒は片手千人斬りの異名を取る働きを見せました。わずかな手勢で奮戦するも、勝頼と夫人嫡男信勝はついに自陣。ここに名族甲斐武田氏は滅亡しました。信勝は元服を済ませていなかったため、急いで盾なしを着せ元服式を行い、不死で自陣したといいます。勝頼の首は京都に送られ晒されました。信長は勝頼が自陣した頃にはまだ美濃岩村城に滞在しており、武田氏が滅亡した後、新府城の跡や躑躅ヶ崎館を見物しています。この間、信長は武田信玄の菩提寺である恵林寺に近江の六角義貞が逃げ込んだため引き渡すよう求めましたが、拒否されたので信忠に命じて焼き討ちさせています。住職の海鮮上記は、安全は必ず下山水を用いず、神道を滅却すれば火もおのずから涼しという前後を唱え、100人以上もの僧侶と共に炎に包まれたといいます。信長はこの戦の論功行賞で穴山信忠に対し本領甲斐川内を安堵し、嫡子の勝千代に武田氏の名跡を継がせることを認め、その他の甲斐一国を川尻秀隆に与えました。駿河一国を徳川家康に、木曽義政には本領安堵、塚間郡、安住郡が与えられました。信濃四郡は森長吉に、そして信濃二郡と神津家一国及び関東管領職を滝川一益に与えました。甲州征伐を終えた信長は富士見物に出かけ、甲斐から東海道へ抜け、徳川家康や北条氏政による接待を受けました。富士の風穴、白糸の滝のほか、駿河、遠江の名所を見物しながら安土城へ戻りました。武田氏が滅亡したことで東国の脅威はほぼ一掃され、奥羽の芦名氏、伊達氏、佐竹氏も強靭の姿勢を示しました。天下統一に向けて残された強敵は中国の毛利氏と北陸の上杉氏のみとなりました。安土に帰還した信長に朝廷からの勅使が訪れ、征夷大将軍、関白、太政大臣いずれかに任ずると伝えました。この時の信長の返答は不明、そしてわずか1ヶ月後に本能寺の変で生涯を閉じることになるのです。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは毎週金曜日に戦国時代に関する動画をアップロードしています。楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回、さようなら。